案内してあげるからついてきて。この先に物語があるわよ。行ってらっしゃい。2001年のイタリア、リオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。複雑な家庭環境は幼い頃の彼をいじけた少年にしてしまっていた。しかしあるギャングとの出会いによって彼は人を信じるということを学び取る。政治家が汚職をやり、警官が弱者を守らないジョルノの住むような環境ではジョルノの気持ちを止めることはできない。彼の中に生きるための目的が見えたのだ。こうしてジョルノ・ジョバーナはセリエ A のスター選手に憧れるよりもギャングスターに憧れるようになったのだ。ブチャラティが来る。私はサポート効果を。私の働きを忘れないでください。あなた覚悟してきてる人ですよね。人を始末しようとするってことは逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけですよね。こいつ俺をやる気だ。マジだ。こいつにはやると言ったらやる凄みがある。アリアエクスペルシュファイト。覚悟が道を切り開く。アマツレイムダムダダムダダアマゴーエクスペリエンスの能力。鋭い痛みをゆっくり味わってねえ。スティキーアリアエクスペリエンス。そこだ。成長しろ。倒さなくなるだろ。わかったよ。ゴールドエクスペリエンスの能力。鋭い痛みをゆっくり味わってめえ。アルマか。そこだ。アルマか。そこだ。アルマか。生まれ変わらせて。あなた甘く覚悟してきてる人。成長しろ。こうして読んでいたぜ。やってみろ。踊れ。なんだと。そこだ。貴様なんだと。貴様こいつゴリを追いかける貴様を知らんがくれ。まだだ。ゴールドエクスペリエンスの能力。鋭い痛みをゆっくり味わう。無駄なんだ。無駄無駄。ゴールドエクスペリエンス無駄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 倒さなくなるんだ。無駄だ。てめえ無駄だ。無駄無駄てめえ無駄だ。覚悟が道を切り開く。甘距離を置いてくれ貴様を知る。無駄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 てめえ無駄だ。矢のパワーを。スティッキーフィンガー。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。こっちだ。無駄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 
ちょっぴりだけ許してくれたグルージュ。ブダ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 ブボス邪悪とは何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。そのまま帰った方がいい。ブローのブチャラティ、向かってくればお前は死ぬことになる。ラウンドワン、アリファイト。時間を消した。逃がしはしない。うわ、覚悟はいいか。俺はできてる。貴様、閉じろ。ジッパー、アリ。時は再び刻み始める。てめえ、どうだ。閉じろ。こいつを倒せばスティッキービンゴ。ジッパー。結果だけだ。この世には結果だけが残る。閉じろ。こいつを倒せばいいんだ。やってみろ。やる。閉じろ。こいつを倒せばいい。覚悟を決めてると見なした。待て、そこだ。やるしか。次は何。時は再び刻み始める。アマズティック。帝王はこのディアボルドシマ。とどめだ。何をやる。覚悟はいいか。俺はできてる。私だけが距離を置いてから気づかれ。スティッキービッチャ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 呪い野郎だぜ。そこは読んでいたぜ。私だけが時間を汗をかく。そどめろ。何、甘くて。どうだ。どうしろ。私は時間を消した。命を消した。覚悟を決めてると見なした。そこは時は再び刻み始める。てめえ、キングスティックに読んで何。俺を言う。俺を言う。便器に取り出された炭化ストボル。甘い。お前にはどうすることもできない。まだ何に読んでいたぜ。私だって時間を消し去って飛び越えた。時は再び刻み始める。甘く無意味な行為だ。何をやってくれ。何、そこだ。帝王はこのディアボルド。スティッキーフィンガーズ。すでに読んでいたぜ。すでに読んでいたぜ。何、悪い野郎だぜ。スティッキーフィンガーズ。何、とどまり。時間を蹴り許さない。そこだ。あんたは今再び俺の心を裏切った。
矢のパワーの先。あんたは果たして滅びずにいられるのかな、ボス。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。ゴールドエクスペリエンス、ゴールドエクスペリエンスレクイエム。この状態じゃない真実、夢がある。真実、うど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 うあんたは滅びずにいられるのか。エクスペリエンスは矢のパワーの先に行き、レクイエムへと進化した。その前に立つ者はどんな能力を持とうと、実際に起こる真実に到達することは決してない。レクイエムの攻撃を受けたディアボロはどこへも向かうことはない。死ぬという真実にさえ到達することは決して無限に。俺は何回死ぬんだ。次はどこから いつ襲ってくるんだ。俺はそばに近寄るな。ディアボロは永遠に死に続けるだろう。戦いは終わった。
去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに先に進めなくてはならない。この矢は破壊しない。矢を受け継いだジョルノはギャングスターとなり、パッショーネのボスに就任するのだった。どれを体験したいの？